え鳥取大学の原と申します。え、今日は可動アーム式バタフライ風車の制御方式について説明をさせていただきます。え、地球温暖化、え、気候変動などの問題に対処するため、え、日本でも二千五十年にカーボンニュートラル実現を目指しています。え、そこで二酸化炭素の排出量が少ない再生可能エネルギーの最大限活用が期待されています。 現在、大型の風車を使った洋上風力発電が本格的に日本でも導入され始めていますが、大型だけではなく、身近な場所にも、身近な場所に容易に導入可能な小型風車の実用化も期待されています。しかし、小型風車は発電コストが高いことが従来からの大きな課題となっています。 鳥取大学と日経金アクト株式会社は、えー、すみません、えー、10年ほど前から、えー、ここに示すような、えー、バタフライ型の風車の、えー、研究を行ってきております。えー、これは、えー、この風車は、えー、この水平アームの一部が右、えー、に示すような構造になっておりまして、これを可動アーム式の抱えていく積光と呼んでいます。 この可動アームは、風車の回転数が増加しますと、遠心力と空気力の効果によりまして、この図のように固むことによって、大きな空気抵抗が働いて、空力ブレーキとして働いて、風車の回転数を抑制する機構となっています。この機構によりまして、通常必要な大型のディスクブレーキなどが不要となって、コストが低減できます。 またこの可動アームでは、えー、傾いて、えー、ブレーキが働くと、えー、その後回転数が下がった場合にはバネなどの弾性体がなく自動的に元の状態に戻りますので、まあ、耐久性も、えー、良い機構となっております、えー、この図は、えー、可動アームの効果を示す図,で、えー、図になります、えー、これは、えー 14メートル風車において、風速が8メートル毎秒の場合のトルク特性を予測したものです。横軸が風車の回転数、縦軸が風車の回転トルクとなっています。可動アームがない場合は、この黒のプロットのようになるのですが、最大で回転数が 90rpm まで増加することが予測されます。しかし、可動アームを備えた場合は、この赤いプロットのようになり、最大で でも、えー、回転数は、えー、約半分の 45rpm になるというふうに予測がされています。こちらは、えー、直径7メートルのプロトタイプの実証実験の様子です。ちょっと動かしていますが、えー、風速が上がり、回転数が増加してきますと、えー、この 稼働アームが徐々に傾いていくことが分かると思います。今、だいたい風速が9メートルぐらいですが、回転 70rpm を超えています。このように傾いて、回転数が、回転増加が抑制されて、80rpm を超えないような仕様となっています。右上のグラフは、 この7メートルのプロタイプにつきまして、昨年、2023年年間のデータを処理したものです。この図では、10分平均風速が2.9から3.1メートル毎秒となるデータのみを抽出して、回転数、風車の回転数を示したものになります。このプロタイプでは、回転数が 17RPM、この赤い線。 よりも上の回転数になると発電が行われますこのグラフ、このデータより約3メートル毎秒の平均風速があれば、このプロタイプは発電をしているということが言えます。プロタイプのハブの高さ、風車の中心部分の高さですが、それは6.1メートルの高さでして、あまり高いものでありませんが、そこでの年平均風速は2.23メートル毎秒です。 この風車につきまして、発電を開始する 17RPM 以上の時間割合として求めた時間稼働率は34.7%となりました。これから予想される年間発電量は488.5キロワットアワーとなります。右下のグラフは、実測した10分平均の風速から求めた 年間の風速出現率の確率密度につきまして、実測と、それから理論的な分布であるワイボル分布、レイリー分布を比較したものになります。この3者は比較的一致していると考えられます。そこで、このプロトタイプにつきまして、年間平均風速が3.8メートル毎秒となるレイリー分布を仮定した 風速出現率を仮定した場合に予想される年間発電量を求めますと 2635kWh となりますえこの値はえこのプロトタイプを設計した当初の予想に比べますと50%程度低い値にはなるんですがその理由としましてはえこのプロトタイプはま最初の実証機だったため最大回転数を 80rpm になるように 設計をして、あえて早めに稼働アームが働くようにしたことが原因だと考えております。現在開発中の受風面積が4倍になる14メートル風車の場合には、同じような予想をしますと、年間で約2万キロワットアワーの発電量を予想しております。ここれはは一般家庭4世帯分ののの発電量になりますこの予想は今後実実証実験で 明らかにしていく予定です従来技術とその問題点ですが、すでに実用化されている小型風車の多くは、発電機の低下を超える高速回転状態では、大型ディスクブレーキによる制動や、ダンプ抵抗を用いた電気ブレーキによる制動が行われています。しかしかここれらのの装置を備えることで初期コストの増加や また空冷ファンも必要となりますので、そこからの騒音発生などの問題がありまして、風車、小型風車のコストの高止まりの要因の一部になっていると考えられます。14メートルバタフライ風車では、発電機は10キロワットの定格ですが、この発電された交流の電気は、整理域によって直流となり、パワーコンディショナーを介して、 系統の電力網に連携されますもし、発電電力がパワコンの定格、あるいは発電機の定格を超えますと、ダンプ抵抗に電気を流して、そこでパワコンを保護し、電気ブレーキをかけるというのが通常の風車の動作となります。しかし、バタフライ風車には可動アームがついていますので、 その場合、このダンプ抵抗は不要となります。また、それによりまして、ダンプ抵抗の冷却用の空冷ファンも不要になりますから、騒音の低減も期待できます。こちらは、14メートル風車のトルク特性を予測したグラフになります。横軸が風車回転数。 えー、縦軸が風車の回転トルクになります。えー、色をつけて示している、えー、曲線は、えー、各風速における、えー、トルクの予想になります。またこの黒い、えー、曲線はこれ発電機の負荷トルクになります、えー。風車のトルクがこの負荷トルクよりも上であれば、えー、風車の回転数は増加していき、逆に、えー、風車のトルクが負荷トルクよりも 小さければ回転数は減少していくことになります。理想的には、この負荷トルクは各風速における最大出力点、トルクで言いますと、各トルクピークの少し右側の点を通るように選択するのが理想的となります。しかし、実際の風車に用いる発電機やパワコンには定格がありますしまた、使用による制限があります。 従いまして、14メートル風車の場合は、パワーコンの制限はこの赤い線よりも下ということになり、また発電機も約 33rpm 以下に抑えるというような制限がありますので、これらの制限を考慮して、えー、動作点を、えー、動作点に相当する目標値を設定してあげる必要があります。 こちらはパワーコンや発電機の使用を考えて修正した制御目標の1つである、動作点1の場合の制御目標になります。例えばこの部分、33rpm の部分では、負荷トルクがあらゆる風速よりも大きくな,ってなるようにしてありますので、この点で風車の最大回転数を制御できるような設定となっています。 今の動作点1の制御目標を設定した場合の回転数とトルクの予想がこの図になります。横軸が風速で縦軸、左が風車回転数、右の縦軸に軸トルクをとってありまして、赤が風車回転数、黒のプロットが風車の軸トルクになっています。この結果を見ますと、風速が11メートル毎秒から17メートル毎秒の間で、 大きな落ち込みがあることが予想されます。こちらは、動作点1の整理目標を設定した場合の発電電力の予想になります。先ほどの回転数、トルクの落ち込みと同様、風速11メートルから17メートルのところで発電電力も落ち込むという予想になっています。この場合 年間の平均風速が3.7メートル毎秒と仮定した場合の年間の発電量の予測は18,918キロワットアワーとなります。先ほどの、えー、特性の落ち込みを改善するために、えー、動作目標を変えたものがこちらになります。えー、例えば、ここの部分、えー、33rpm 程度のところでは、えー、負荷トルクがより上に。 なるように修正していますまた、この部分では先ほどの落ち込みのあった風速範囲11メートルから17メートル毎秒のところの風車のトルク特性よりも負荷トルクが下回るように少し修正をしています。こちらのこの制御目標を動作点2と呼ぶことにします。 今の修正された動作点2の整理目標を設定した場合の回転数とトルクの予想がこちらになります。この予想のように、先ほど見られた急激な回転数、トルクの落ち込みは解消されていることが分かります。こちらは動作点2の整理目標を設定した場合の発電電力の予想になりますが、電力についても急激な落ち込みは予想されなくなります。 そして平均風速3.7メートル毎秒における年間の予想発電量は1万9746キロワットアワーとなり約4.4%の増加が予想期待されます。これは、えー、風速8メートルから15メートル毎秒に増速した場合の設定動作点の、えー、過程の違いを示したものになります。 最初の動作点1の場合には、風速8メートル、この点から風速が15メートルになると、この青い線の、青い矢印のように、風車の回転状態は変わることが予想されて、常にこの辺りでは、負荷トルクが風速15メートルの場合の回転トルクよりも上になっていますので、風車は減速して、この点まで落ちてしまいます。 一方、動作点2の設定の場合は、この点からスタートになりますが、えー、風速が8メートルから15メートルに増速した場合、えー、この,黄色,、えー、この黄,色黄色の丸のプロットのようになりまして、この部分、約 28rpm、えー、あたりで、えー、負荷トルクが、えー、風車の回転トルクよりも下回りますので、ここで、えー、動作が安定して、えー、どあの風車が。 この状態で回転するようになるということで、大きな落ち込みがなくなるというふうに考えることができます。新技術の特徴と従来技術の比較となりますが、可動アームの導入によりまして、従来必要であった大型ブレーキやダンプ抵抗が不要となります。本技術の適用により、冷却ファンが不要となりますので、騒音発生の抑制も期待されます。 以前の整理目標の設定、動作点1のことですが、そこでは風速が10メートル毎秒以上で、急激な特性の落ち込みが予想されましたが、整理目標の修正によって安定動作が期待でき、年間発電量も増加することが期待できます。想定される用途としましては、本技術は小型垂直軸風車に適用することによりまして、コスト低減のメリットが大きいと考えられます。 これ以外に、えー、騒音低減の効果も得られることが期待できます。また、達成された受動的空力ブレーキによる自動回転制御に着目しますと、垂直軸の回転機械の分野において、あるいは用途において展開することも可能と考えております。こちらは、えー、昨年7月末になりますが、 1> 14 1トルバタフラライイ風車のののの組み立ての1回目のトライの様子ですこの写真のように、画題の部分に1つのブレードを取り付ける段階で、問題があることが発覚しまして、一旦作業は停止しておりますが、現在、その改良をすでに考えて、次の組み立てを今、待っているところです。 応用としましては、最初は発電コストの高い離島などに設置して、徐々に導入数を増やし、コストを低減し、最終的には右の写真のように、太陽光発電とのハイブリッドや小型風車を多数密集配置させるウィンドファームの形にして、さらなる低コスト化を図れると考えております。 実用化に向けた課題ですが、現在、えー、小型風車の認証取得を、えー、考えて準備しておりますが、そこでは、えー、空力解析と構造解析を連成した空力弾性解析システムが必要になります。しかし、えー、現状、その計算コストが高いことが課題となっております。今後、14メートル風車を組み立てて、その実証実験を 行いますが、それにおきまして、発電データ、応力データの取得をするとともに、ダンプ抵抗が不要となることを示すデータも取得をすることが課題となります。さらに実用化に向けては、施工方法、基礎構造などのさらなる低コスト化を進める必要があると考えております。企業への期待ですが、 小型垂直軸風車の空気弾性解析にご興味があり、計算資源の重要点で協力をしていただけるような企業を希望しております。また、現在共同研究をしております日経金アクト株式会社のパートナーとして、小型風車メーカーとして協力が可能な企業を募集中です。今後、14メートル風車の実証実験を行い、あ、えー、すみません。 メートル風車の実証実験を行って、導入を検討していただける、えー、企業様を期待しております、えー。サイズの異なる風車開発や、要素技術の開発で共同研究を、えー、実施していただける、えー、企業を期待しております、えー。本技術に関する知的財産権はこちらになります。えー、少し長いですが、えー、発明の名称は 複製機構を備えた垂直軸風車発電ユニット、および破壊点複製機構を備えた垂直軸風車発電ユニットの制御方法です。これまでの三学連携の経歴ですが、約10年前からバタフライ風車の研究を始めておりまして、2013年に JST の A ステップ探索タイプに採択されております。 その後、鳥取県の産学共同事業化プロジェクト支援事業に採択されまして、えー、今回説明した風車よりも一つ前の、えー、実証機で、えー、異なる形の加えている機構の、えー、研究を行っております。その後、えー、日経金学クさんと、まあ、今回の、えー、新しい加えている機構を持った風車の共同研究を実施中です。 また、2022年度から2023年度は、このインピット産学連携スタートアップアドバイザー派遣事業に採択されて、アドバイザーを派遣さしていただいております。お問い合わせはこちらになります。どうもご清聴ありがとうございました。